さあワールド8どうしましょうかね。難関面ばっかりだと思うんですよね。まず1期目はロケハンでどうするか作戦練りましょう。まず強制スクロール戦車、なるほどね。これもあれでしょう私には難しいと思うんだよな。いや行こう、結構いけてる。よっと、前前、よしよし、ジャンプよし。あースパナ惜しい、結構惜しいかったけどな。でも P 使っていこう。うん、強制スクロールはやっぱ P だよねさあトダ飛べ、高みの見物。あのミニファミコン連射機能のあるコントローラーつなげれないんでね、結構右手の親指疲れてくるよねいやー押したままでよかったらな、コーヒーでも飲みながらできるんだけどねおー、さっき死んだとこがここかな。スパナ投げられてね、あいつ名前なんて言うんでしょうね、モグラみたいなやつ。これでもあれかな、強制スクロール終わって砦と一緒でボスいるのかな。もしボスで死んだらね、このピーチ姫の羽マリオ無駄になるからな。いやこれ絶対この面で使うもんでアイテムでしょうやばい、なんか砲台当たりそうな気がする。怖い怖い怖いあの見えない、一応見えない中で左右には動いてます一番右に行って砲台に当たったらえらいことだ。めっちゃ長いやんこれ。うわ、しかもでかい弾。あ、やばい、これなんか砲台当たりそう。怖い怖い怖い、今真ん中に、お、怖い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 。 OK、 もうゴールか。よし、着地しよう。おお、そこにいたかあ、ここでも P 使えるんだ、すげえ。ハンマーボロス、よし、一撃で倒した。やりました、スターゲット。よーし、まずは1個突破。ここ行ったらどうなるかちょっと確認しとこう。いやワールドハッチクリアしたことないしな。え、あ、なるほど、ここは短縮ルートがあるけどって感じか。今はまだ行けないって感じか。さあ2つめ、これもロケハンだね。これ強制スクロールだったかな、覚えてないな。あ、強制スクロール強烈だね、2連続強制スクロール。これも P かな。よし、いけるとこまで行こう。おお、怖い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 。スパナ投げてきた、スパナ投げてきたあー、落ちた落ちた、危ない危ない危ないびっくりした。これ尻尾マリオならクリアできる可能性あるよ。よし、危ない。結構地味にこのスパナ野郎がね。おお、ナイス反射神経、ナイス反射神経。そして尻尾マリオの着地、いいよこれ、いけてるよ、いけてるいけてる。あ、ジャンプ失敗した、一回失敗した。おお、ほほほ、普通のジャンプとね、尻尾ジャンプ絡めて、ほっ、よーし、いったじゃない、やった、よーし
しやったー、ノーミスクリア、初見クリアですよ。どうだ、下手くそでもたまにはね当たりがあるんすよ、私でもね。やりました、2つ目突破。いや、尻尾マリオが一番最強説ですね。セーブしときましょうね。いや、順調ですね。まだ46機いるからな。これ何なんだろう。なんか捕まるのかな、これ。え、あー、なんか捕まった。何、これなんか嫌だな。なんか別のゲームを思い出す。あ、突破した。あ、アイテムもらえんの、なんか逆に得した。やったー、いや、これは嬉しいね。あー、また捕まったの。いくらでも来やがれ。あ、違う感じ。あ、プクプク、おーおーおお、プクプク開いた。これはやばい、プクプク地獄。あー、これはやばい。どっから、あ、こっからかわせる。あー、かわせない。またプクプク地獄。 B ダッシュでいこうか、一回 B ダッシュで一気に突破してやるぜ。どうだ、そろそろ終わってくれ、長いぞ。クリア、よーし、どんな問題、勢いじゃい。そしてアイテムゲット、いいじゃん。さあ、これまた強制スクロールかな。ロケハン来た。あー、しかも出た、ワールドハッチ名物強制スクロール、高速スクロール、望むところだ、やってやろうじゃないか。あー、スパナ。これは長期戦になるから、もう P 使おう。P あと3つ、 OK。 いや、これ見せ場なんですけどね、この面。いや、これ絶対 P なかったら辛いね。ごめんね、ずるいと言われようと、なんだろうと、大人の知恵ですよ。いや、これ絶対むずいわ。この辺でもう死んでたよね、さっき。上に砲台撃ってこないだけ安全ですね。ほら、足場がなんか少ないもん、大ジャンプ連続でしないといけないでしょ。しかもこのミニファミコンじゃないね、当時はね、セーブ機能なかったんだから、無限増殖ね、頼みで行くしかなかったんだけど、残機がいくらあってもこれきついよね。よし、ボスは軽く倒しちゃおう。よーし、よーし、いや、難関突破。これでもう半分ぐらい終わったかな、ワールドハッチ。おお、あの扉も開いた。ということで、ここまでは来れるようになるってことだよね。いや、クリアできるかもね。あー、何この嫌な感じ。ドラクエ1のあのダンジョンみたいなね、松明持ってない状態。これ嘘でしょと思ったよね。当時もワールドハッチまだ始まってなかったのかいっていう位置ですよ。こっからスタートだっていうことでしょ。強烈だね。何これ、Pで行こう、上まで行こう。
土管発見。パワーナップ。おお、いいね。スリーアップ。ご褒美もらいました。それでここからもうゴール？またか。危ない、嘘。せっかくの、あー、やられちゃったやられちゃった。これでももう一回尻尾マリオ手に入れたから、尻尾マリオで、でもう一回スリーアップしようずるい、大人はずるい、なんてずるいんだ大人さあ今度はミスらずに行こうか。こっから勢いつけて。危ない、ダメだ。あー、まただ。よいしょと。やばい、また死ぬぞ。あー、落ちちゃったー。これタイミングが合わない。よし、大ジャンプ。うわお面白いじゃないか。三度スリーアップさあいい加減ここクリアしないとね。よし、尻尾マリオできたぞ。ここまでしゃがめ。あ、怖い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 。遊んでる場合じゃない。届かな難しい。あの亀邪魔。よし、無言で突破したあの音符を使わずに、大砲にジャンプして突破するというのがポイントだったんだね。いや、10機ぐらいし、セーブからやり直しましたね。あー、2か。いや、これ先が長い気がするな。マジか。残機50をキープしていこう。さあ、どんな面だ、この面は。あ、なんか好き、なんかこれ、隠し面とかありそうだな、この下。行ってみるか。やっぱりあると思った。ドカン。予感は的中だ。何があるんだ。尻尾もあるよね。ああ、近道になってんのかな。おー、なんか途中まで来た。あー、ちょ危ない危ない、滑ってーだーもったいない。でも隠しルート見つけたもんね通常ルートを確認せずに砂にまみれるというね右側行ったらどうなるんだろうね。あ、コインなんだ。あー、コインより左の方が良かったね。急げ。そしてジャンプ、音符、音符。よーし、突破クリアか。よーしよしよしよし、よし、スター。ちょっと久しぶりにスター3枚集めたいな。やりました。あ、土管。あ、分かれ道。あ、砦。土管。ちょっとここ入ってみよう。
何ここ。あ、なんだ、ここに出るだけ。何の意味があんのこれ。砦か。ろうそく欲しいな。さあ、ロケハンしよう。軽い軽い。あ、キノコじゃないの。あそこに入り口ありますよ。お、なあ、強制。なに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 、怖い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 。戻ろうか、戻ろう。危ない。よし、キノコ。ふえー。あ、やっちまった。ここは？あ、ここに落ちる。何これ。戻る。あ、ここなんだ。デカマリオでないと。何これ。あれ、どうしたらいいの。あ、あそこにキノコがあるから、あれを取れっていうことか。いけるのこれ。よし、いけた。ああ、よかった。でないとね、ふん詰まりだもんね。で、こっから脱出と。でも脱出しても元の場所だもんね。ああ、当たっちゃった。最悪。また最初からってことかこれ。ああ、これはアイテム使っても厳しいよな。一個ずつね、謎を解いていくしかないね。ちょっとファイヤー使っちゃおうか。ファイヤー。うー、怖い怖い怖い。さあ、ここですよ、ここ。尻尾マリオのパワーで、スピードで。よし、行った。まだ先あるのかな。あ、もうボスじゃないこれ。あ、違うのか。あ、これ落ちるぞ。なんか戻される気がする。あ、進めない。あれ、ボスじゃない？違う？まだか。なにこれ。ちょっとセーブしとこうか。ここまで来るの大変だったしな。セーブ。扉多すぎるでしょ。あー、やられた。あー、はっはー。あの扉かな。違う？向こうにもあるのかな。これどうやってかわすね。よし、かわした。テレサが来たよ。よっと。よし、かわせ。オッケー。まだあるの。あ、横ドッスン。何これ。よし、ここかゴール。まだ？やった。あれ？あそこなのかな。どういうこと？いやー、行き止まりじゃないかここ。外れか。ハッピースイッチ。ああ、扉発見。何これ。あ、あそこにもあった。ここにもあった扉。マジかー。もう一回いけるね。もう一回行こう。うわー、どっすん。あー、時間なくなってきたよ。あ、いや、見つけたからね、行きたい。こ
ここ、行け。あー、捕まった。もう。あれ、あ、違う。どうしたらいいんだ。あ、Pスイッチを出して戻らないといけないのか。よし。よし、行け。ここだ。さあ、ボス戦。滑る滑る。滑るけど私は勝つ。やったーい。ワールド8の最初の砦でクリア。いや、時間が危なかったな。なんかが出たぞ前で。あ、土管。そして土管。ん、だからこっから2つの土管に分かれてるんですね。右側行ってみよう。あ、なるほどなるほど。ゲームオーバーになった時にスタート地点からここに飛んでこれるっていう。じゃあこっちが本線ですね。さあ、砦で一体何個あるの。おー、戦車。あ、もうなんかクッパっぽいっぽくない。クッパ城っぽいね。来たねこれ。でも呪言も使うとこなかったね。こんなに呪言も貯めてるのに。で、 P で空飛ぶのいけるんじゃない。 OK。 ということでここで一旦区切りましょうかね。結構もう1時間ぐらいやってるんでね、ここでセーブしたいと思います。はい、セーブしましたよ。ということで次回最終回もいいかもしれないですね。神々やけど。ワールド8残機50機キープしております。いやー、ずるいね。アイテムもいっぱいあるし、まああんまり使えないアイテムは買えるとか。全然海の面はやっぱりワールド7で使っとくべきだったね。ハンマーブロスとかもあるしね。クッパとハンマーブロスで戦いたいね。それではまた、さよなら。